仙台海の森水族館は宮城県仙台市宮城野区高砂中央公園内に所在する民間水族館である。かつて仙台に存在したマリンピア松島水族館の後継館と横浜八景島と仙台水族館開発が連携して運営を行う。仙台港から内陸へ約 1km の高砂中央公園内に位置。 仙台東部道路仙台港 i c に隣接し、周辺には三井アウトレットパーク仙台港をはじめとする大型商業施設が立地する。三井物産を中心に水族館運営ノウハウを持つ横浜八景島、財政企業の亀井ユアテック、河北新報社、仙台三越の6社が共同出資し、特定目的会社仙台水族館開発株式会社を設立。 仙台市から土地を沈借し、約65億円をかけて建設された。2010年1月、マリンピア松島水族館の仙台市への移転計画に際し、仙台市が出資することを決定。しかし、同年2月、運営会社である仙台急行が、資金調達の目途が立たなくなったことにより出資を取りやめ、移転計画も立ち消えとなった。2階建て、 延べ床面積9989平方メートル。設計は大建設計。思考は体制建設。橋本展示 AV。設置される水槽は約100基。建物は緊急時の避難施設として認定されており、1500人を収容できる。開業時点での展示生物は約300種類5万匹。うち7000匹は2015年5月に閉館した。 マリンピア・松島水族館から引き継いだ。また、飼育員やトレーナーなどの従業員の多くはマリンピア・松島水族館から移籍している。館内には東北最大級となる約1000人を収容可能なイルカやアシカのショープールを設置。ペンギンの飼育にも力を入れ、横浜、八景島シーパラダイスに並ぶ8種類を飼育する。レストラン及びショップコーナーは、 ゲームサービスが運営を行う。海の森水族館、イルカとアシカの小営業時間入場料、団体年間パスポートは入場料の2倍。国内で唯一、ヨシキリザメの飼育に力を入れている水族館である。かまぼこやフカヒレの原料として、宮城県では馴染みのあるヨシキリザメだが、環境の変化によるストレスに弱く、飼育は難しいとされる。 開業直前に飼育していた2匹が死んでしまうなど、2015年末までに16匹を捕獲したが、いずれも死んでいる。2017年2月21日、同館が持つ、これまでの最長飼育記録を更新。同年3月1日までの飼育に成功し、最長記録となる252日という記録を打ち立てた。2019年4月5日には、 さらにこれまでの最長記録を更新。7月26日には365日に達していた。本個体は2020年12月15日に死亡したが、最終的に飼育記録は873日となり、同館の持つ飼育記録を大幅更新した。中野坂駅と水族館を結ぶ無料シャトルバス。ありがとうございます。